したらしいんですよ。そしたらですね、その奥さんがですね、そのドライブレコーダーって車内の声とか入っちゃうのって言うんですって。まあ、それは入りますよね。まあミュートみたいなのもできるんでしょうけど、基本はそうですね、音声入っちゃいますからね。なんか聞かれてまずいことでもあるでしょうかね。その私の友達のその旦那さんはちょっとね、奥さんのちょっと浮気を疑ったっていうのはありますけどね。なんでドライブレコーダーに声が入っちゃいけねえんだってちょっと揉めたらしいですけどね。そう、今タクシーとかもね、そうですね、みんなドライブレコーダーつけてますよね。やっぱりあれですよね、そのまあ、ナビゲーションでもないけど、そうですね、やっぱりそのメモリーの、まあ、SD カードの進化っていうんでしょうかね、それの影響大きいですよね。まあ、実際ナビゲーションなんかも最初なんかね、 CD-ROM から始まって次に DVD になって、ですごいなと思ってたの、もうちょっと経ったらもう今度 HDD になっちゃって、でそしたら今度なんかまたメモリーに戻る、なんかメモリーになっちゃってって、ハードディスク式のナビゲーションから SD カードのナビになって、なんか性能ダウンしてんじゃねえかって思ったんですが、まあ容量としてはもちろん HDD の方がまあギガ数っていうんでしょうかね、多いんでしょうけど、そのメモリー式の方がその地図のレスポンスっていうんでしょうかね、反応っていうのは全然やっぱり違うみたいで、あと振動に強いっていうんでしょうかね、そういうのはあるみたいで、どんどんもうそうですね、HDD ナビというより SD ナビの方がどんどんメインになってしまって、そうですね、結構 8ギガ、16ギガ、32ギガとかね、どんどん高いの入れちゃえば、そうです、音楽の録音も結構ね、何百曲何千曲って入っちゃいますからね。まあだんだんナビゲーションも SD が主流になったって思ったのは、あのレクサスの標準装備のオーディオですかね。LS はちょっと分かんないけど、そうですね、 GSIS CT HS とか、 HS は分かんないな、ごめんなさいね、の標準装備のナビが SD 式になったから、やっぱり、やっぱり主流はもうそっちなんだなっていうのを確信しましたね。すいませんね、ちょっと変な話ばっかりね、今こういう状態です。はい、これがグライダー走行です。矢印両方出てません。はい、ちょっと踏みます。はい、モーター、はい、今モーターだけで走ってます。燃費もすごいですね、瞬間燃費 99.9 キロ、 99.9 キロか、ごめんなさいね。まあガソリン今一滴も使わないで走っております。はい、ちょっと踏みます。はい、エンジンかかりました。そうですね、プリウス乗ってしまいますと、もう燃費がいいので、そうですね、他のにちょっと乗り換えできないっていうのね、ありますね。でも話変わりますけど、先ほど言ってたその現行型のベルファイアですか、あれでもそうですね、私1日ちょっと借りたんですけど、あのでかいボディがリッターだいたい、そうですね、私のドライブでそうですね、リッター 9.8 とか、走ってましたからね、
昔そのなんていうんですか、ミニバンって言ったら初代のエスティマなんですが、あれそうですね、知り合い乗ってた時リッター5キロとかって言ってましたね、リッター5キロってそうですよね、私前乗ってた32 GTR も街乗りそのぐらいでしたけどね、はい、じゃあ曲がります。ですね、平均燃費が、はい、23.8 です、はい、今日ですね、すいません、ちょっと寒いんで本当に暖房をかけてるのでちょっと燃費ちょっと落ちちゃってます。この前ね リッター30何キロとかってねやってましたけど、今日寒いからちょっと厳しいです、それは。はい、で今のプリウスはそうですね、あのヒーターの温かい水をその何ですか、循環させて、そうですね、やってますの。あ、ごめんなさい、ラジエーターの温かい水でそのヒーター使ってますので燃費のうちは少ないらしいですけどね、はい、じゃあ今日はここまでで、お疲れ様でした。